1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。2秒前スタートしました。あまり差がないスタートになっています。第9レース、その後は1番、2番、さらに4番と出ていって1番区、逃げる1号艇久留美をまくりに行った2号艇貞松、届かない。内側から3番、4番、5番と切り込んで、先頭争いは3号艇の内山の両サイド、4号艇武田と5号艇の宮地が迫っています。スタートは前提正常でした。さあ3号艇内山の内には5号艇宮地、外4号艇の武田、三つどもえの戦いで2枠、最内から5号艇の宮地が動く。3号艇内山を刺してホーム側、5号艇ちょっと流れて、内には3号艇の内山七海が届いています。インコース3号艇の内山七海、外一定審査5号艇の宮地もとき、直線コースでその差を詰めていきます。3番5番のトップ争いで迎える2周の1枠、インコースから3号艇の内山が先行し、刺す5号艇の宮地、先頭は3号艇の内山七海の、その内側に5号艇の宮地が届いています。3番、5番、5番、3番の接戦が続き、その後ろ水が入って、3番手は現在2号艇の貞松、未定審査で6号艇の中野。2周に巻く、今度は5号艇の宮地が先前に出る、刺す3号艇の内山ですが届かない。振り切った5号艇の宮地元木が先頭、惜しくも2番手3号艇の内山七海、3番手は2号艇の貞松勇気。